皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回は三角筋後部、三角筋の後ろ側を鍛えるトレーニングとしてダンベルリアベルトローという種目をご紹介したいと思います。ダンベルを使った三角筋後部のトレーニングとしては皆さんよくやってらっしゃるのがダンベルリアレイズだと思います。もうちょっとね、一生懸命鍛えてる方なんかはサイドライングリアレイズなんかもやったりすると思うんですけども、どちらにせよこうリアレイズ系の種目で三角筋は鍛えてるという方がほとんどじゃないかなと思うんですけども、実はローイング系のトレーニングでもかなりですね、三角筋を鍛えることができます。例えば背中狙いのケーブルローとかバーベルを使ったベントオーバーローなんかも、もちろんメインは広背筋ですとか僧帽筋になるんですけども、その補助としてかなりの刺激が三角筋後部にも来ています。ということで今回はあえてそのローイング系の動きで三角筋を鍛えようということで、一つね、動きのバリエーションとしてぜひ覚えていただければなと思います。基本的な、ね、動き方としてはリアレイズと同じような動きになるんですけども、じゃあ何が違うかというと、このダンベルリアデルトローの方がリアレイズに比べてより高重量を扱うことがなので、その分ですね、普段のリアレイズでは入らないような新鮮な刺激を加えることができるということと、若干ですね、肘の軌道、ダンベルの軌道がリアレイズと違ってきますので、そういう意味では軌道が違うということでも普段のトレーニングとは違った刺激が三角筋後部に入ることになって、より隙のない肩をね、作る手助けになるかと思いますので、一つのバリエーションとしてぜひ覚えていただきたいと思います。はい、ではやり方なんですけども、だいたいベンチをね、30度から45度ぐらいにセットしていただいて、このベンチにうつ伏せに寝ていただきます。こういう形ですね。手を真下に下ろしたところからダンベルをひねりながらこう上げて下ろして、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 というふうにやっていきます。分かりやすいようにね、正面から見てみるとこういう形で最初スタートして、こうひねりながら上げてくる、で戻す、上げてくる、戻すという形になります。コツとしてはローイング系の種目になるので、三角筋後部狙いの種目といえど、あんまりね、何も考えずに引いてくると僧帽筋とか広背筋の強い力を使ってしまって、三角筋後部から刺激が逃げてしまうので、なるべく肩甲骨は寄せない、肩甲骨は開いたまま肘を外に向かって引いていくようなイメージで動作をしていただくのがおすすめです。肩甲骨を寄せてグッと引いてしまうと僧帽筋とか広背筋の力を使ってしまうので、ベンチから胸を離さないようにして、肘を外に向けて外から回してくるようなイメージで引いて、で肘も体の真横ぐらいに来るまで大丈夫です。ここからさらに引こうとすると肩甲骨が寄ったり体が反ってしまったりして、僧帽筋の力とか広背筋の力を使いやすくなってしまいます。はい、今回はですね、ダンベルリアデルトローという種目、三角筋後部の種目を紹介させていただきました。普段ねリアレイズばっかりやってるという方はぜひぜひね、新鮮な刺激を送るために一度やってみてください。他にもね、この部位の珍しい種目を知りたいとか、新しい刺激を与える種目を知りたいというようなご要望がございましたら、コメント欄に書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。